今回は蓮舫さんの都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫さんは前回の都知事選で3くらいに終わったんだぜ。そうだったわね。なんで落選したのか、いろいろ言われてるんだけど、一番は知名度が足りなかったってとこじゃないかな。知名度が足りなかった、というのはどういうことなのね。都知事選って、都民の代表を選ぶ選挙だから、都民に知られていないと、投票してもらえないんだよな。なるほど。確かにそうね。蓮舫さんは国会議員として活動してたから、全国的には有名だったんだけど、東京都民にどれだけ知られてたか、って考えると、ちょっと足りなかったんだと思うぜ。じゃあ、知名度を上げるにはどうすればよかったのかしら？難しい問題だな。具体的に、何か、ヒントをくださいな。例えば、もっと都民と触れ合う機会を増やしたり、都政に関する政策をわかりやすく説明したり、メディア露出を増やしたりとか、いろいろ考えられるぜ。なるほど。いろいろ工夫が必要なのね。他にも、政策の内容が、都民のニーズと合致してなかったって話もあるんだ。都民のニーズと合致してなかった、ってどういうことかしら？都民が求めている政策と、蓮舫さんの政策が、ずれてたって話なんだ。具体的には、どんな政策だったのかしら？例えば、環境問題とか、子育て支援とか、高齢化対策とか、いろいろあるんだけど、都民が本当に求めているものと、蓮舫さんの政策が、一致してなかったんだと思うぜ。それは難しいわね。都民のニーズを正確に把握して、それに合った政策を打ち出すのは、本当に難しいことなんだ。そうね。いろいろ考えなきゃいけないわね。あと、選挙戦の戦略がうまくいかなかったって話もあるんだ。選挙戦の戦略？例えば、選挙カーの利用とか、街頭演説の回数とか、テレビ局の放映時間とか、そういう戦略的な面でも、うまくいかなかったって話だよな。戦略も大切なのね。選挙って、単に政策を訴えるだけじゃなく、戦略的な面もすごく重要なんだぜ。なるほど。戦略も考えていかないとダメなのね。まあ、他にもいろいろ理由は考えられるんだけど、結局は、都民に選ばれるだけの魅力が、蓮舫さんには足りなかったって話だと思うぜ。そうね。いろいろな要素が絡み合って、結果が出てくるのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏が東京都知事選で落選した話題について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫氏って、立憲民主党の重鎮だよな。元参議院議員で、党代表も務めた実績があるんだぜ。そうよね。テレビとかでもよく見かけるし、有名人よね。今回は東京都知事選に出馬したんだけど、惜しくも落選しちゃったんだ。小池百合子氏に敗れた形だな。小池百合子氏って、現職の東京都知事よね。そうだよ。小池百合子氏は、前回の都知事選で当選して、今回が再選だったんだ。今回の選挙戦は、まさに小池百合子氏と蓮舫氏の頂上決戦って感じで、注目を集めていたぜ。なるほど。二人が激戦を繰り広げていたのね。でも、結果は小池百合子氏の圧勝だったんだよな。蓮舫氏は、得票数で小池百合子氏に大きく差をつけられてしまったんだ。それは、意外だったわ。蓮舫氏も人気があると思ってたんだけど。理由はいろいろあると思うんだ。一つは、小池百合子氏の知名度と人気が、依然として高いってことだな。前回の都知事選で勝利したこともあるし、都政の実績もアピールできたんだ。確かに、小池百合子氏は、テレビにもよく出てるし、知名度も高いよね。もう一つは、蓮舫氏の政策に対するもあったと思うんだ。特に、都政の改革について具体的なビジョンを示せなかったって声もあったな。そうなのか、蓮舫氏の、政策、詳しく説明してくれない？蓮舫氏は、環境問題や子育て支援などを重点政策として掲げていたんだ。でも、具体的な改革案がわかりにくかったって声も多かったみたいだな。小池百合子氏は、前回の都政実績を前面に出して、わかりやすい政策を訴えていたんだ。なるほど。政策の内容も、選挙の結果に影響を与えたのかもしれないわね。あと、立憲民主党の支持率が低迷しているのも、影響を与えたと思うんだ。立憲民主党は、最近、内部分裂やが続いているし、国民からの信頼が失われている部分もあるんだ。そうなんだ。
立憲民主党って、よくニュースで話題になってるけど、内部で何か問題があったの？立憲民主党は、以前から党内派閥の対立が激しかったんだ。今回の東京都知事選でも、蓮舫氏への支持は、党内でも意見が割れていたんだ。結局、蓮舫氏の落選は、立憲民主党全体への不信感にもつながってしまったんだよな。そうだったのか。立憲民主党は、これからどうなっていくのかしら？今後の立憲民主党は、党改革が急務だな。今回の東京都知事選の結果を受けて、党内改革を進めて、国民からの信頼を取り戻さないと、次期総選挙で勝利するのは難しいと思うぜ。確かに、改革しないとダメよね。今後の立憲民主党の動向が気になるわ。今回の東京都知事選は、蓮舫氏にとっても、立憲民主党にとっても、大きな転換期になったと思うんだ。これからどうしていくのか、注目していきたいぜ。今後の動き、私も注目していくわ。解説、ありがとうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫氏が東京都知事選で敗北した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さんって、2016年の都知事選に出たんだよな。あの時は小池百合子さんと激戦を繰り広げたんだぜ。そうだったわね。小池百合子さんは、あの時、すごく人気があったみたいよね。そうなんだぜ。小池さんは、都知事選で圧勝したんだ。一方、蓮舫さんは惨敗だったんだぜ。蓮舫さんは、なぜ負けてしまったのかしら？蓮舫さんはね、いろいろ問題を抱えていたんだぜ。まず、民進党の支持率が低かったんだ。民進党の支持率が低かったの？そうなんだぜ。民進党は、分裂したり、政策がまとまらなかったりして、支持率が低迷してたんだ。なるほど。それって、蓮舫さんのせいじゃないの？そうとも言えるんだけど、蓮舫さん自身も人気が低かったんだぜ。蓮舫さん、人気が低かったの？そうなんだぜ。蓮舫さんはね、政策面でも、発言面でも、が多かったんだ。蓮舫さんは、どんなを受けてたのかしら？まず、政策面では、具体的な政策が示されなかったってが多かったんだぜ。具体的じゃないの？そうなんだぜ。蓮舫さんは、具体的な政策をあまり示さずに、抽象的な話ばかりしてたんだ。抽象的な話って、どんな話かしら？例えば、都民ファースト、とか、東京を変える、とか、そういう話だよな。ああ、確かに抽象的ね。具体的な政策がないと、有権者は、この人は、何をしたいのかわからない、って思うんだぜ。なるほど。そして、発言面では、蓮舫さんは、発言に矛盾があるってを受けてたんだぜ。矛盾って、どういうことかしら？例えば、蓮舫さんは、以前は、原発は必要ない、って発言してたんだぜ。そうだったわね。だけど、都知事選では、原発は必要、って発言したんだぜ。え？なんで？発言がコロコロ変わると、有権者は、この人は、何を考えているのかわからない、って思うんだぜ。なるほど。それから、蓮舫さんは、女性発言をしたってされたんだぜ。女性？どういう発言だったのかしら？蓮舫さんは、女性は、男性より能力が低い、って発言したんだぜ。そんなこと言ったの？そうなんだぜ。この発言は、多くの女性からされたんだ。そりゃそうだわね。蓮舫さんの発言は、都知事選で大きなマイナスになったんだぜ。そうだったのね。蓮舫さんは、他にもいろいろな問題を抱えていたんだぜ。例えば、蓮舫さんは、中国と深い関係があるって噂されていたんだ。中国と深い関係？どういうことかしら？蓮舫さんは、中国の企業から多額の献金を受けていたって噂されていたんだぜ。献金？そうなんだぜ。蓮舫さんは、中国から献金を受けていたことで、中国の意向に左右されているんじゃないかと疑われたんだぜ。それは、問題ね。蓮舫さんは、他にも、脱税疑惑があったり、夫の問題があったりして、いろいろ問題があったんだぜ。いろいろ問題があったのね。これらの問題が重なり合ったことで、蓮舫さんは、都知事選で敗北したんだぜ。そうだったのね。蓮舫さんの敗北は、東京都民にとって、大きな教訓になったんだぜ。どんな教訓かしら？東京都民は、蓮舫さんの敗北を通じて、
政治家は、嘘をつかない。政治家は、自分の利益よりも、国民の利益を優先する、ってことを学んだんだぜ。なるほど。蓮舫さんの敗北は、東京都民にとって、大きな教訓になったんだぜ。蓮舫さんの敗北は、東京都民にとって、大きな教訓になったんだぜ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は都知事選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。今回の都知事選は、正直、盛り上がらなかったよな。確かに、前回の選挙みたいに、話題になってなかったわよね。なんでだろうな。小池さんと蓮舫さんって、どちらも人気者だったはずなのに。確かに、小池さんは人気があるわよね。でも、蓮舫さんも、知名度が高いし、人気もあると思ってたんだけど。そうなんだよな。でも、なんか、今回の選挙は、静かだったよね。静かだったわよね。話題になったのは、蓮舫さんの歴戦くらいだったわ。うん、それだけなんだよな。なんでだろうな。なんでだと思うの？まず、一つには、小池さんの人気が高すぎるんだ。前回の選挙で圧勝したし、今回も、支持率がすごく高かったんだぜ。小池さん、人気あるわよね。でも、蓮舫さんも、人気があると思ってたんだけどな。うん、確かに、蓮舫さんも人気者なんだけど、小池さんの人気にはかなわなかったんだ。なんで、小池さんの方が人気があるの？小池さんは、イメージが強いんだ。都知事として、実績もあるし、メディアに出る機会も多いから、みんなが知っているし、親しみを感じてるんだよな。小池さんは、メディアに出る機会が多いわよね。よくテレビで見かけるわ。そうなんだよな。それに比べて、蓮舫さんは、最近、メディアに出る機会が減ったし、国政選挙に専念していたから、都知事選への関心が薄かったんじゃないかな。確かに、最近、蓮舫さんをテレビで見る機会は少なかったわよね。あと、蓮舫さんは、以前、国籍問題で炎上したことがあったよな。うん、あの時は、大変だったわよね。あれが、今回の選挙に影響した可能性もあるんだ。もしかしたら、そうかもしれないわね。それに、蓮舫さんは、都知事選に立候補する前に、国政選挙に立候補していたけど、落選したんだよな。そうだったわよね。それが、都知事選への意欲が低いと思われたのかもしれない。なるほど。そういうことね。あと、今回の選挙は、小池さんの独壇場だったんだ。他の候補者があまり目立った活躍をしなかったから、小池さんの圧倒的な勝利になったんだよな。そうだったわね。他の候補者はあまり話題にならなかったわ。だから、今回の都知事選は盛り上がらなかったんだ。そうか、小池さんの人気が高すぎるし、蓮舫さんの知名度も低いし、他の候補者も目立った活躍をしなかったから、静かだったのね。そういうことだぜ。なるほど。よくわかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏の都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選で負けたんだってな。ええ、ニュースで見たわ。小池さんに負けて、参戦は叶わなかったのね。そりゃあ、小池さん強いからな。でも、蓮舫さんも、頑張って選挙戦を戦ってたわよね。うん、でも、結果は結果だな。蓮舫さんは、落選について、私の力不足ってコメントしてたわよね。そうだな。でも、力不足って、具体的に何がダメだったのか、気になるよな。確かに、そうね。まず、今回の都知事選は、小池さんブス蓮舫さんの構図だったんだが、そもそも、この構図自体が、もう飽きられてたんだよな。飽きられてた？うん。だって、もう何度か同じ顔ぶれで戦ってるんだぜ。新鮮味がないんだよな。なるほど。そう考えると、確かに飽き飽き感は否めないわね。それに、蓮舫さんは、国政でいろいろ言われてきたから、都政でのイメージもあまり良くないんだよな。そうなのね。具体的に、どんなところがダメだったのかしら？例えば、消費税の増税問題とか、民主党政権時の問題とか、いろいろあるんだぜ。ああ、確かに、いろいろ言われてたわね。それに、今回の選挙では、政策よりも、人物像が重視された感があるんだよな。人物像？うん。つまり、
小池さんが、都政に強いイメージ、実績があるイメージで、蓮舫さんは、国政で失敗したイメージ、実績がないイメージで、受け止められてしまったんだぜ。なるほど。それに、今回の選挙戦では、蓮舫さんは、あまり目立った政策を打ち出せなかったんだぜ。政策が物足りなかったのかしら？小池さんは、都民ファーストという明確な政策を掲げてたんだが、蓮舫さんは、具体的な政策があまり見えなかったんだよな。確かに、具体的な政策はあまり耳にしなかったわね。だから、今回の選挙は、小池さんの勝利がほぼ確実視されてたんだよな。そうだったのね。まあ、いろいろ言われてるけど、蓮舫さんも頑張って選挙戦を戦ってたから、評価してあげたいよな。確かに。それに、今回の結果を教訓にして、今後の活動を頑張ってほしいよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫都知事選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。都知事選で蓮舫が3くらいに終わったのは、いろいろ理由があるんだぜ。そうなのね。一体、どんな理由があるのかしら？まず一つ目は、都民の関心が低かったってことだな。関心が低かったって、どういうこと？今回の都知事選、正直言って盛り上がらなかったよな。確かに、ニュースでも、あまり大きく取り上げられていなかったわね。そうだろ？だから、投票率も低かったんだ。なるほど。投票率が低かったから、蓮舫の得票数も伸びなかったのかしら？そうとも言える。ただ、それだけじゃないんだぜ。他に、何か理由があるの？二つ目は、蓮舫の政策がいまいちだったってことだな。政策？具体的に、どんなところがダメだったのかしら？例えば、環境問題とか、教育問題とか、具体的な内容が薄かったんだぜ。確かに、具体的な政策についてはあまり聞かなかったわね。それに、過去の失言問題とか、政策の矛盾点とか、いろいろ問題点もあったんだぜ。過去の失言問題？具体的には、どんなことがあったのかしら？過去に、女性差別発言とか、誤った情報の発信とか、いろいろあったんだよな。そうだったわね。私もニュースで見たわ。だから、今回の都知事選では、都民から不信感を持たれた部分もあったんだぜ。なるほど。過去の失言が、今回の選挙にも影響を与えていたのね。三つ目は、蓮舫のキャラがいまいちだったってことだな。キャラ？どういうこと？例えば、テレビでの発言とか、選挙活動での態度とか、なんか魅力がなかったんだぜ。確かに、テレビで蓮舫を見ても、あまり印象に残らなかったわ。そうだろ？だから、都民に支持されなかったんだよな。なるほど。蓮舫のキャラが、今回の選挙で不利に働いてしまったのかしら？そうとも言える。ただ、それだけじゃないんだぜ。他に、何か理由があるの？四つ目は、蓮舫の対抗馬が強かったってことだな。対抗馬？具体的に、誰が強かったのかしら？今回の都知事選では、小池百合子とか、宇都宮健児とか、いろいろな候補者がいたよな。そうね。私もテレビで見ていたわ。その中で、特に小池百合子は、知名度も高くて、人気もあったんだぜ。小池百合子は、都知事を経験しているから、知名度も高いわよね。だから、蓮舫は、小池百合子に勝てなかったんだよな。なるほど。小池百合子との差が大きかったのね。五つ目は、都民の意識が変わったってことだな。意識が変わった？どういうこと？今回の都知事選では、都民が、従来の政治家ではなく、新しいタイプの政治家を望んでいたんだぜ。新しいタイプの政治家？具体的に、どんなことを望んでいたのかしら？例えば、若い世代の意見を反映してくれる人とか、女性リーダーとか、いろいろな意見があったんだよな。なるほど。都民は、新しいタイプの政治家に期待していたのね。だから、従来の政治家の蓮舫は、都民の期待に応えられなかったんだぜ。なるほど。蓮舫は、新しい時代に対応できなかったのかしら。そうとも言える。ただ、それだけじゃないんだぜ。他に、何か理由があるの？六つ目は、メディアの影響があったってことだな。メディアの影響？どういうこと？
今回の都知事選では、メディアが、特定の候補者を有利に報道していたんだぜ。特定の候補者を有利に報道？具体的に、誰が有利に報道されていたのかしら？例えば、小池百合子とか、宇都宮健児とか、いろいろな候補者がいたよな。そうね。私もテレビで見ていたわ。その中で、特に小池百合子は、メディアから好意的に報道されていたんだぜ。小池百合子は、メディアから支持されていたのね。だから、蓮舫は、メディアの支持を得られなかったんだよな。なるほど。メディアの偏向報道が、蓮舫の選挙に影響を与えていたのかしら。そうとも言える。ただ、それだけじゃないんだぜ。他に、何か理由があるの？七つ目は、蓮舫の選挙戦略が間違っていたってことだな。選挙戦略？どういうこと？例えば、選挙運動の方法とか、政策の訴え方とか、いろいろと問題点があったんだぜ。選挙運動の方法？具体的に、どんなところがダメだったのかしら？例えば、街頭演説とか、ポスターの掲示とか、あまり効果的じゃなかったんだよな。なるほど。蓮舫の選挙戦略は、効果的ではなかったのかしら。だから、蓮舫は、都民に支持されなかったんだよな。なるほど。蓮舫の選挙戦略は、今回の選挙で敗因の一つだったのかしら。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さんが都知事選で敗北した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、今回の都知事選は、小池百合子さんと、あの石田純一が再選目指して立候補したんだぜ。石田純一さん？そう、石田純一は、いや。何かあったのかしら？いや、別に。ただ、石田純一が都知事選に出るって、ちょっと意外だったよな。確かにね。で、蓮舫さんは、この二人に負けて3くらいに終わったんだぜ。なんで負けたのかしら？理由はいろいろあるんだけど、一番大きいのは、やっぱり支持率が低かったからだと思うぜ。支持率が低いって、どういうこと？つまり、都民に支持されてなかったってことだな。どうして支持されなかったのかしら？理由はいろいろあるけど、一つは、彼女の政策が都民に響きかなかったってことだな。どんな政策だったのかしら？例えば、環境問題への取り組みとか、子育て支援とか、教育改革とか、いろいろあったんだぜ。具体的な例を挙げてくれる？例えば、彼女は、都内の温室効果ガス排出量を削減するために、太陽光発電の導入を推進するとか、子供たちの教育の質を高めるために、公立学校の教員の待遇改善を図るとか、そういう政策を掲げていたんだぜ。なるほどね。でも、これらの政策が、都民に響きかなかったってわけだ。なぜ響かなかったのかしら？それは、彼女の政策が、都民のニーズと合致していなかったからだろうな。ニーズって？つまり、都民が本当に求めているものと違っていたってことだぜ。具体的に言うと？例えば、都民は、環境問題よりも、もっと身近な生活問題、例えば、物価高や交通渋滞、医療費の問題を解決してくれる政策を期待していたかもしれないし、教育改革よりも、子供たちの安全を確保する政策を期待していたかもしれないんだぜ。なるほどね。つまり、彼女の政策は、都民の期待に応えられなかったってことだ。他に理由はあるのかしら？他にも、彼女のイメージが、都知事にふさわしくないと思われたって意見もあるんだぜ。イメージ？どういうこと？例えば、彼女は、過去に国政で活躍していたから、都知事の仕事は、彼女にとって物足りないと思われたとか、彼女の政策が、あまりにも理想的で現実離れしていると思われたとか、そういう意見があるんだぜ。そういう意見もあるのね。あと、彼女は、過去の政治活動で、いろいろ受けてきたから、都民から信頼を得られなかったって意見もあるんだぜ。どんな？例えば、彼女は、民主党政権時代に、大臣を務めていたんだけど、その時に、いくつかの問題を起こしたんだぜ。どんな問題？例えば、彼女は、大臣としての職務を怠っていたとか、不適切な発言をしていたとか、そういうを受けたんだぜ。そうだったのね。だから、彼女は、都民から信頼を得られなかったってわけだ。なるほどね。つまり、蓮舫さんの都知事選敗北は、
彼女の政策が都民のニーズと合致していなかったこと、彼女のイメージが都知事にふさわしくないと思われたこと、過去の政治活動でを受けてきたこと、などが原因と考えられるんだぜ。いろいろあるのね。ただ、これはあくまでも、私の個人的な意見だからな。そうね。でも、蓮舫さんは、今回の都知事選で、多くの都民から支持を得られなかったのは事実だな。それは残念ね。今後の活動に期待したいところだな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏の都知事選3くらいについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選で3くらいだったんだってな。え、そうなのね。うん、なんかネットでは話題になってるみたいだな。どうして話題になってるの？まあ、いろいろあるんだぜ。まず、前回の都知事選で小池百合子さんに負けたことで、東京都民からの支持が減ったって話があるんだ。そうなのね。それに、今回は他の候補者も強かったみたいだし、政策面でもなかなか支持を得られなかったみたいだな。難しいのね。それに、今回の選挙戦では、蓮舫さんの過去の言動が蒸し返されて、もう多かったみたいだぜ。過去の言動？うん、例えば、以前の民主党政権時代の政策とか、最近の発言とか、いろいろ問題視されてるみたいだな。そうなんだ。まあ、政治家って、過去の発言が常に注目されるから、難しいよね。そうね。今回の選挙結果を受けて、蓮舫さんは、力不足、とコメントしたみたいだけど、今後の活動については明言しなかったみたいだな。どうなるのかな？まだどうなるかはわからないけど、今後の動向に注目が集まるだろうな。そうね。今回の選挙は、蓮舫さんにとって大きな転換期になったと言えるかもしれないな。そうかもしれないわね。政治の世界は厳しい世界だから、これからどうなるか、見守っていくしかないだろうな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫が都知事選で負けた理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫が都知事選で負けた理由はいくつかあるんだが、一番大きいのは、やっぱり知名度と支持率だな。そうなのね。でも、蓮舫さんって有名だと思うんだけど。有名っちゃ有名だけど、都知事選で勝つには、東京都民からの支持が必要なんだぜ。今回の選挙では、小池百合子都知事の知名度と支持率が高くて、蓮舫はそれを超えられなかったんだ。なるほど。小池都知事って人気あるよね。そうなんだ。小池都知事は、都政改革を掲げて、都民からの支持を集めていたんだ。一方、蓮舫は、国政経験は豊富だけど、東京都民に対するアピールが不足してたんだ。東京都民へのアピールが不足してたって、どういうこと？例えば、小池都知事は、都民の生活に直結する政策を訴えていたんだ。一方、蓮舫は、国政レベルの政策を訴えていたんだ。東京都民は、自分の生活に直接影響する政策の方が関心があるんだぜ。確かに、生活に直結する政策の方が気になるわね。それに、蓮舫は、過去の発言で、東京都民からを受けていたんだ。特に、オリンピック開催について、反対の立場を取っていたことが、東京都民の反感を買っていたんだ。そうだったわね。蓮舫さんは、オリンピックには反対だったのかしら？そうなんだ。蓮舫は、オリンピック開催には反対の立場を取っていて、そのことで、東京都民からを受けていたんだ。東京都民は、オリンピック開催に賛成している人が多かったので、蓮舫のオリンピック反対の立場は、東京都民の支持を得られなかったんだ。なるほど。東京都民は、オリンピック開催に賛成している人が多かったのね。そうなんだ。東京都民は、オリンピック開催に賛成している人が多かったんだ。それに、蓮舫は、国政選挙で落選した経験があったんだ。そのため、東京都民は、蓮舫が都政を任せられるのか不安に思っていたんだ。国政選挙で落選した経験があるって、確かに気になるわね。そうなんだ。蓮舫は、国政選挙で落選した経験があったんだ。そのため、東京都民は、蓮舫が都政を任せられるのか不安に思っていたんだ。それに、蓮舫は、国政選挙で落選した経験があったんだ。そのため、東京都民は、蓮舫が都政を任せられるのか不安に思っていたんだ。東京都民は、蓮舫が都政を任せられるのか不安に思っていたんだ。
いろいろな理由があったのね。そうなんだ。蓮舫は、いろいろな理由で都知事選に負けたんだ。都知事選は、知名度や支持率だけでなく、都民の生活に直結する政策、過去の言動、国政での実績などが重要なんだぜ。勉強になったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。